胸にでっかい誇りを掲げていこう。まだ上に行けるぞ、そう信じてるよ。高い壁だろうとも、どんな敵であっても奪いに行くんだ、ゴールを。
まだまだその勝負の甘さっていう部分は出たかなと思います。なるほど、そう思ってるんで、まあ、しっかり次につなげれるように。いや、まあ正直本当に悔しいですし、まあ、日本のサッカー選手みんなも同じ方向を向いてやってきたということが、まあ、一番本当に悔しい、はい、試合でした。負けて悔しいですけど、あの笑顔で胸張って帰ります。みんな出し切って見つめ直して4年後克服できるように、いい経験もみんなできたと思うので、まあ、世界との差っていうのをこういうところで感じました。まあ、今悔しさしかないですけど、悔いしかまあ残ってないのかな。次の世代にね、あのバトンを渡して、やはりこの壁っていうのはまだまだ熱いのかもしれないです。スピード上がる、デブルイネのスピードが上がる、デブルイネについていきたい。あー、フリーの選手が一人いる、長友がそこについている、ルカクスルーしてシュート。日本敗れました。初めてのベスト8の夢叶いませんでした。